今日で4回目、だいぶキッチンカーの知識も増えてきたんで、いよいよもう絞り込んでいきたいですね。今回は女子大でのアルバイトになります。女子大、客層絞れそうですね、大学明けだったらね、あ、楽しみです。女子大って感じですね。あ、はじめまして。こんにちは。キッチンカー作りたい芸人のセルライトスパ大須賀です。お願いします。サンサンファクトリーの山田と申します。お願いします。山田さん、はい、サンサンファクトリー、クレープ。クレープです。なるほど、はい、意外となかったですね、クレープ。ほんまや、キッチンカーといえばまずクレープですよね。まあそう言われる方多いですね。ですよね、はい、なんでクレープを選ばれたんですか。はい、僕ね、もともと調理師学校でずっと先生してたんですけども。あ、そうなんですか。はい、それで独立して何かやろうって考えた時に今の時代も隣に1軒コンビニできるだけでケーキ屋さんって売れにくくなる時代じゃないですか。ほう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 。なのでだったらキッチンカーで自分で、あのいろんなところへ向かっていくような形のお店をしたいなって。あ、なるほど。あとはもうロスが、ケーキ屋さんってね、売れ残ったら全部ロスじゃないですか。はいはいはい。でもクレープって注文されてからくるんでいくから、なるほど、ロスが少ない。まあ、今も SDGs の時代に合った商品なんかなっていうのもあってクレープを選んでます。めっちゃちゃんとした理由がありますね。社内見てもいいですか。あ、大丈夫です。はい、お邪魔します。サイズ的にはまあクレープでは大きい方だと思います。あ、なるほど。あ、はい、じゃ あ, あるものとしてはですね、クレープ焼く機械、これ専用ですよね。そうですね、はい。これおいくらぐらいするんですか。まあ5、6万ぐらいです、ね、5、6万、はい、この下が冷蔵庫です。あ、これ冷蔵庫。はい、もともとついてるものなんですか。いや、自分で買ってきて、水道とかも全部自分でつなぎました。あ、そうなんですね。はい、中古屋さん回ってテーブル買ったりとか、水道のシンク買ってきたりして、全部自分で線つないで、はい、いかに初期費用を工夫して抑えられるかという。そうですね、はい。大学に出店するのは許可がいるんですか。そうですね、ここでしたら株式会社メロー様っていう会社が仲介に入って、はい、でこういう現場がありますよ、募集かけます。でそれで応募して受かった人が担当です。大学っていうのは倍率高いんですか。倍率が高いことも多いですね。それなぜなんですか。雨降っても大学って休みにならないで。ああ、なるほど。僕ら雨が天敵なんで。なるほどね。フェスとか外でのやつだと雨大打撃ですもんね。はい、最高どれぐらい売り上げ。今までの最高です。地元の花火大会でクレープだけじゃなくてアイスとかドリンクとか全部合わせて500、600食ぐらい売れて、で29万ぐらい。おー、1日で29万。はい、でも同じ花火大会でも雨降ったら売り上げ半分以下に下がりますから。なるほど。下手したら1万いかない現場になる時なんで、ザラであります。だから大きいイベントだけじゃなしに確実に行ける大学とか。なるほど。平日に入れてるって感じ。なるほど、なるほど。今から生地を作っていきたいなと思います。生地を作る、クレープの生地。はい、はいはいはい、はい。あー、美味しそう。美味しそうだ。もうそれなんすか。油です。油。はい、油入れるんすか。はい、おーおーおお、はい、よくねバターでやる方もいらっしゃるんですけど、うちは冷めても美味しい生地にしたいんで。ほうほう。バターって冷えたら硬くなるみたいな。やっぱり舌触りが悪くなったりする分もあるんで、こういう流動性のある油脂の方で。そうなんや。キッチンカーを始めたきっかけって何なんですか。もともと先生やってた後にキッチンカー始めるために2年ほどちょっといろんな飲食店で働いたんですけど。あ、そうなんですか。やっぱりその間って夜の12時ぐらいに帰ってきたりとか、一緒に家族とご飯食べる時間がなかったり、はいはい、いつも寝てる姿だけ。あ、わかります。そうですね。で共働きしたらその負担が全部妻にいっちゃうんで、あ、我が家はちょっと働き方改革をしまして、毎週水曜日お休みして、子供を伸びたりとか家のことをやったりとか、あの、ある程度そういう動きが取れるとか、自分次第なんで、家族の時間を大事にできるっていうのがやっぱ大きい。ね、はい、完成です。おーしゃー、できたー。はい、これ何枚分とかぐらいですか。これで50枚分ぐらいです。あ、50枚。始める前に食べますか。食べます。どんなん売るかね、分からんまま売ってもらっても。
そうですね、こんな味あったよとかね、接客する上で言いにくいと思うんで。確かに確かに、はい、じゃあ一番人気はやっぱりイチゴかバナナ。ああ、ね、あとはこういうお砂糖を上にかけて。はは、こんなんできるんですか。できます、はい、バーナーでボーってやつ。そうです。すごい、大好きですね。やっぱりこのおかず系というか、はい、これも出るんですか。出ますね、はい、出る。お昼ご飯的な感じで食べたりする。そうですね、なのでワンコインでこれ1個でお腹いっぱいになれるようにおかず系は作るようにしてます。なるほどなるほどなるほど、はい、500円600円ぐらいなんですけど、はい、正直原価どれぐらいで作れるんですか。大体のものは3割ぐらいですね。あ、いわゆる、ね、原価 の、 あの全体の価格のうち の、 あの材料費が3割ぐらいになるように。てかこれ、え、無料なんですか、トッピング。そうです。大学さんってよくまあ値引きされたりする方もいるんですけど、僕の場合は無料のトッピングを一つ追加できることで、じゃあ次何に乗っけようかなとか。なるほど、はい、そういう選択肢を増やしてまた来てもらうような店作りを考えてるんで、はい、うまいわ、ね、単純に値段下げるんじゃなくてね。そうです、そうです。クレープブリュレお願いしていいですか。 OK です、わかりました。はい、さあ、来たー。あー、これこれこれ、うんまー、もっちもち。ありがとうございます。あのしっかり混ぜたのがこのもちもちに、うん、なるほど、あそこも効いてくるんですね。もう回転しますんで、はい、回転、はい、回転です。クレープ屋さん回転いたします。授業中ですね。まあ12時ぐらいからゾロゾロと来だすかな。なるほど、今の時間はあの空きコマ、授業の空いてる子が来るかなぐらいなので、な、はい、たくさんはこの時間は来ないです。空きコマの方